はい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 。日本シリーズちょっと始まったんで、まあ、ジャイアンツ負けてしまいましたけど、ちょっとね、試合解説の方やっていきたいなーっていうふうに思いましたし、試合見てて思ったんがね、やっぱり、打力って、いるよな、どう考えても。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、日本シリーズ第1戦というところで、ちょっとお話していきたいと思うんですね。試合開始していきたいと思うんですけど、まあね、このチャンネルジャイアンツファンの方が多いんで、まあ、巨人の情報というか、まあ、巨人が、日本シリーズに行くためにはとか、日本シリーズでソフトバンクに勝つためには、みたいな視点も、付け加えながらね、ちょっとお話していきたいと思います。まあ今日一言で言うなら、打力ね。うん。まあその DeNA も、まあ非常に打力がいいチームじゃないですか。まあどっちかっていうと、まあ守備が苦手というかね、弱いチームではあるんですが、まあ最終回ね、結構追い上げたっていうところもあったりとかね、ありましたんで、まあもちろんね、守備も大事ですし、バッティングも大事、どっちも大事なのもわかるんだけど、やはり、ジャイアンツがね、日本シリーズで勝つとか、ソフトバンクで勝つみたいなことを、ソフトバンクに勝つみたいなところを考えていくんであれば、やはり、打力っていうところを強化していかないと、やはり多分ね、勝てないと思ったんですよね、今日試合見ててね。うん。正直、守備でもね、乱れてましたよ。DeNA とかね、送球がそれてとか、まあありましたけど、でもそれでも、まあね、打線がある程度強いんで、最終回ね、まあ負けましたけど、まあ3点取ったっていうのがあるんで、まあそういったところも含めて、まあジャイアンツもやっぱ打撃をね、まあ弱い弱いずっと言われてますし、CS でも全然打てなかったんで、やっぱりこの試合見てるとね、やっぱある程度打撃力がいるなって、まあもちろん守りがね、大切なのはわかるんだけど、やっぱ点取れないとやっぱソフトバンクには勝てないなというかね、ある程度打線がないとっていうところは非常に今日感じたところでございますと。はい、じゃあですね、ちょっと動画の構成としてはまず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンねちょっと見ていきまして、で最後に僕が気になったところをちょっとお話していくみたいな感じでね、ちょっとやらさせて、もらおうと思っております。はい、じゃあですね、早速得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、ちょっと画像出しながら一緒に見ていきましょう。はい、今日結果ですね、5対3というところで、まあ、ソフトバンクが勝ったんですね。はい。で、まあ、見てますとですね、まあ、ヒーローは、まあ、有原投手ですね。はい。まあ、7回無失点かな ?7 回無失点で、まあ、自分でタイムリー打ってみたいなところで、まあ、サムネで二刀流の活躍なんていう風な、ね、表現しましたけど、まあ、非常に、まあ、今日勝てたのはね、有原投手のおかげかなっていう風に思います。まあ、まあ、日本シリーズは、まあ、4勝した方が、優勝でしょっていうところで、まあ、1戦目に先発した人が、まあ、最後、まあ、もう1回ね、先発するみたいなことってあるんでね、やはり、初戦をどういう風に取っていくかとか、まあ、次のことを見据えてみたいなところもね、非常に重要なね、1戦だと思うので、そういったところで、まあ、非常に有原投手ね、まあ、今日、まあ、後で詳しく見ていきますけど、左打者に対してね、カットボールを多投したりとか、後半からは、チェンジアップでやったりとかっていうところも使いながらやってましたし、で、右バッターには特にツーシームという球種と、フォークボールというところで、もうほとんど高めに打たないですね。はっきり言って。もう、バッターがどういう、特に右バッターなんですけど、まあそのツーシームとかフォークボールをどこに目付けしていくかというかね。うん、もうほぼ浮いてこないんで、うん、もう低めの膝のところにしか来ないんで、だからそこを、まあ、捨てるのか、それを逆に狙っていくのか。だから狙っていってもなかなかね、打つのは難しいボールではあるので、まあゴロになりやすかったりするボールなんで、まあ、そこをどういう風に打っていくかみたいなところの、すごい高度な、投球をされてたんでね。うん、そこを、まあ、DeNA 打線はね、なかなか、有原投手の時は打ち崩せなかったっていうところがあるので、まあ、次もし当たるとしても、非常に、まあ、嫌な印象が、あるんじゃないかなっていう感じはしてますと。で、その中で得点シーン振り返っていくと、まあ、2回ね、まあ、2アウト、これ満塁ですよ。これ、有原選手が、これ、ライト前タイムリー打つんですよ。で、これ2点でしょ?うん。これもまあ、ちょっと梶原選手がちょっとファンブルみたいにしてね、2点入るわけですよ。で、9回表にも、ワンアウト1、2塁から、今宮選手、ライト線のツーベース、2アウト3塁から、これ、栗原選手がレフト前、
で 3点入りますと。でただこれ9回裏2アウト2塁から梶原選手のセンター前、2アウト1塁から、2アウト2塁か、2アウト2塁から森選手のレフト前で、2アウト1、3塁から桑原選手のピッチャーゴロを、まあ、オスナがちょっとエラーして、送球エラーしてみたいな感じで、まあ、一挙ダダダって3点入って、ちょっとドダドダってしたんですけど、まあ、そこはまあやはりまあ点差が5点あったわけですけどね、そこはまあねしっかり最後締めてくれましたけども、まあ今日ちょっと見るからに、オスナ結構チャンスピッチャーやなっていう感じはね、球も速いし、多彩な変化球あるんだけども、なんかそのいまいち今日の状態見ると、うん、まあおそらくカットボールとかが自分の中では多分得意だと思うんですよ、投げてる割合なんかを見てるとね、カットボールが多いから多分自信あるんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあそのボールをですね結構打たれてたというかね、まあ空振りがあんま取れてなかったというところあるんで、まあちょっとまあ DeNA からしたら結構チャンスピッチャーというか、うん、その前に投げてきたヘルナンデスの方がよっぽどね打ちにくい球速いし、左のサイドってなかなかいないんでね、ああ多分打ちにくいんだろうなっていう感じはねすごくしました。はい、で次ですね、ちょっとスタメン見ていきたいんで、ちょっと僕の顔あたりにですねちょっと出して見ていきましょう。はい、まず DeNA から行きましょうか。DeNA、1番センター桑原、2番牧、3番佐野、4番オースティン、5番宮崎、6番戸柱、7番、梶原、8番森、9番ピッチャー、ジャクソンというところで、まあ、打順、これ最後のこれジャイアンツやった時と一緒じゃないですかね。うん。っていうところで、まあ、もともと梶原選手が1番とか入ってたことが多かったんですけど、ちょっと状態悪いっていうところで、桑原選手が、まあ、1番に上がってますと。で、まあ、ジャクソンもね、まあ、非常に、荒々しさっていうところがね、上のピッチャーなんで、そこをね、まあ、どういうふうに、まあ、ソフトバンクが攻略していくかっていうところですよね。で、僕、ちょっとソフトバンクの試合はあんま見たことないんで、ちょっとわからないんですけど、まあ、スタメン見ていくとね、柳田修斗、今宮山川、栗原、正木、牧原、海、有原というところで、まあ、このメンツだけ見ただけでもどんだけ強いねんって。これでまだ近藤おらんのかっていうところなんですけど、うん。それでもまあまあまあすごい打線ですよね。非常に、どこに切れ目あんねんっていうぐらいのね、打線だなというふうに思うし、まあ非常に、まあ山川選手が CS でね、この間のファーストステージかな、ファイナルステージか、めちゃくちゃ当たってたっていうのがあるんで、そこをね、まあ DeNA からしたらどうやって抑えていくかっていうところだと思います。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところだったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、はい、ちょっと見ていきたいと思うんで、一緒に、見ていきましょう。お願いします。はい、気になったところ、まず一回もですね、まあ今日、結構ソフトバンク積極的に、足というか、まあラインのヒットもそうですけど、スチールもそうですけども、結構足を使って動かしてたんですね。で、その中で、まあ DeNA の戸柱選手が今日2個刺してるんかな？うん、2個刺してるんですよ。で、この初回も、ワンアウト1塁で、今宮選手の打席の時に、2-2の時に、まあスチールをかけてくるわけですけど、そこをしっかり、戸柱選手がいい送球してアウトにしてるんですね。まあ、こういう、ちょっとしたことかもしれないけども、めちゃくちゃ大事なんですね。うん。で、昔あったじゃないですか、海さんが、広島と日本シリーズやった時に、盗塁をもう5個6個バーって刺した、全部刺したみたいなのがあったじゃないですか。だから、ああいう、のってめちゃくちゃ流れ変わったりするんでね、こういう戸柱選手がしっかり今日2個かな。うん、多分3個ではないと思うんですよ。今日2個だと思うんですけど、しっかりさせたっていうのはね、非常に、まあ最後ね、3点取りました。負けましたけど、まあそういう守備のね、硬さっていうところも、流れに影響したんちゃうかなと思います。はい、で、2回表ね、これ、まあ、ソフトバンク2点取る回ですけど、まあ結局、まあこれ、まあ栗原選手フォアボール、正木選手がセンターフライ、で、2アウト1塁で牧原選手がレフト線に2塁だと思うんですね。で、2アウト2、3塁というところで、まあ、甲斐選手を、まあ、申告敬遠するわけですよ。まあ、これは、普通の作戦というか、まあ、その、もともと DH がないわけなんで、じゃあ DH があるわけなんで、パリーグはね。だから、ピッチャーなんてバッティング練習もしてないんですよ。だから、まあ、普通に考えて、確率論から考えてもね、まあ、甲斐さんを歩かして、満塁で有原選手に勝負した方が確率は 100% 高いんで、これはね、普通の作戦だと思います。
ただここで、まあ、ストレート3球いったんですね。別にその配球も悪くないと、うん、で、それが先っぽだったんですけど、まあ、ライト前に持ってったっていう、もこれは有原選手がね、素晴らしいと思いますと、はい、で僕が気になったのはこれ金原選手がちょっとファンブルしてるんですね。打球がそんな速い打球じゃないんだけど、ファンブルして、まあ、2点入ってるわけなんで、ここちょっとね、ほんともったいないなというか、ちょっとまあ、あの見えないエラーというか、やっぱこういうところのね、ほころびみたいなところは、まあジャイアンツが今シーズンね、戦ってきて、まあ DeNA がね、まあその守備の乱れみたいな感じで、こううまくいかなかったっていうのがあるんで、まあここがね、やっぱまあ巨人との野球のまあ違いかなとは思いました。はい、で次、5回表行きましょうか。5回表ね、はい、ちょっと危なかったイニングなんですけど、これワンアウトから柳田選手センター前、で、ワンアウト一塁で、周東選手の時に、まあ2球目パスボールかな、これパスボールしてランナー2塁行きますと。ただ、周東選手は空振り三振。で、2アウト2塁で今宮選手に、ストレートのフォアボール。あ、ちょっとやばいなっていう。ジャクソンも、まあ今日結構ね、初め良くなかったんですよ。初め制球がバラバラで、途中良くなってきて、で、この5回なんですけど、でストレートのフォアボールで。で、これ山川選手で2アウト1、2塁で、山川選手という、このまあ、良くない場面ですよね、DeNA からしたら。そこで、まあ、ピッチャー変えますと。中川投手に変えますと。はい。で、これ結果、空振り三振取ったんですけど、これ最後の球がね、めちゃくちゃ逆球いったんですね。めっちゃ外球いったんですけど、めっちゃ内入ったんですよ。これ、めちゃくちゃ危ないなっていう球なんですけど、これ、まあ、山川選手が空振りしてくれて、まあ三振なったんで、まあ結果オーライっていうところでしたけども、ちょっとこれはね、本当危ない球だったなって思いました。はい、で次5回裏なんですけど、まあこれね、先頭ね、これ森選手がファーストのこれ内野安打で出るんですよ。うん。で、これちょっとこれ流れ変わるかなっていう、さっきのこの中川選手の三振からね、中川投手が、山川選手をピンチでね、三振取ったんで流れ変わるかなっていうところだったんですけど、これノーアウト中でピンチいったフォード選手ね、これまあ結果これライトフライだったんですけど、これ確実にね、これね、フォード選手が打てないコースというか、確実にインサイドが苦手っていうのは多分データで入ってるんですね。これね、配球がカットボールなんですけど、全部5球とも全部カットボールなんですけど、全部インサイドなんですね。でどん詰まりのこれライトフライなんですけど、これね、フォード選手ね、これ多分相当ね、このシリーズね、多分インサイド行かれると思いますね、代打で、うん、行くと思うんですけど、うん。で、ここですよね、ワンアウト一塁で、桑原選手が、まあ、ツーストライク、ノーボールから、まあ、ランエンドヒットという形で、まあ、打ったんですけど、で、ピッチャーのこの有原選手のこの頭のないところにね、打球飛んだんですよ。なんですけど、これを有原選手がナイスキャッチして、まあ、ランエンドヒットで、ランナー走ってるんでね、それで、ダブルプレーになったっていうところで、まあ、これも、有原選手、マジでナイスプレーだったなと思います。まあ、まあ、ランナーが走ってるんで、まあ、内野手もね、センターラインに寄るんでね、もしかしたら、ショートライナーとか、セカンドライナーになってた可能性ありますけども、まあ、抜けてた可能性も十分にあるんでね、そこを、まあ、有原選手がしっかり取って、それをゲッツー取ったっていうのはね、ここでね、ちょっとね、こう、ああ、今日 DeNA ちょっとやばいなって、今日負けるかなっていうふうに思ったのは、この場面ですね。はい。で、6回もでも先ほどと一緒のような場面ありまして、2アウト2塁から甲斐さんを、まあ、2ボールになった時点で申告敬遠して、で、先ほどね、有原選手タイムリー言ってますけども、まあ、やっぱり野球なんて確率論ですから、でここで、まあ、2アウト1、2塁で有原選手をしっかりショート、セカンドゴロに打ち取ったっていうところは、まあ、しっかりね、同じミスをしなかったっていうところで、まあ、DeNA 良かったと思います。はい、で次7回表ね、これまあピッチャー佐々木投手が上がっていますと、うん、DeNA ね、はい、でここでワンアウトから、まあ、周東選手センター前ヒット出ますと、でワンアウト1塁で今宮選手の時に、まあ、先ほどの初回の、まあ、盗塁阻止もありましたけども、まあ、そのワンボールというカウントからピッチドアウトって言って、キャッチャーが外して盗塁を刺すっていうのをピッチドアウトって言うんですけど、それはね、ワンボールからまあ、ここ走ってくるやろっていうところで、外したんですね。外して、しっかりこれ、スチールをね、周東選手をアウトにしたっていうところがあるんですけど、これね、しっかりね、ツーボールになっちゃうんでね、うん、守り側からしたらツーボールになっちゃうから、ストライクを投げていきたいっていう感情があるわけですよ。で、相手の攻撃のチームからしたら、ここでボールを投げるのは厳しいから、ここでストライク入れてくるでしょっていう風なね、感じになるわけですよ。その、まあ、そこのね、まあ、読み合いというか、まあ、このお互いのこの、やりたいこと、やりたくないことがね、明確にはっきりしてるんで、ここで、まあ、かけてきたんですけどね、サインをかけてきたんですけど、そこを思い切ってね、これ、ワンボールから外して、ツーボールになってもいいやっていうところで外して、しっかり盗塁をアウトできたっていうのは、非常に飛ばし選手ね、素晴らしかったなと思います。は
はい、でそれで、8回までねちょっと気になった采配あったんですけど、これ山崎投手がね出てきまして、ここからねで、ワンアウト二塁っていうと、山川選手フォアボールでしょ、の先頭の、山川選手フォアボールで、ノーアウト一塁で栗原選手バントしますと、でワンアウト二塁という場面で、まあ一塁空いてるじゃないですか。でここで代打近藤選手行ったんですね。でこれで近藤選手行ったんですけど、余裕で申告敬遠でランナー1、2塁でなったんですけど、ここで僕がちょっと思ったのは、これ絶対歩かされるやんって、うん、この場面1塁空いてて、絶対歩かされるやろって場面で近藤選手をわざわざ出したのはちょっとなんかもったいない感じはね僕はしたんですね。うん、はい。で、ワンアウト1、2塁で、まあ牧原選手がセカンドライナーいい当たり打ったんですけど、この牧選手が非常にナイスプレーして、まあ海選手も見逃し三振というところで、ちょっとこのピンチを抑えたっていうのは、ちょっと DeNA に流れがまた来るかなっていう感じはね、この時点でありました。ただ、この9回表ね、まあ、堀がね、出てきて、まあ、今宮選手にタイムリー浴びたりとか、まあ、これも、まあ、中継プレイでちょっと送球が逸れたりとかっていうところもありましたし、まあ、2アウト3塁で、ここを抑えて2点でなんとかっていうところで、栗原選手がね、レフト前にうまく持ってったりとかっていうところで、まあ、このソフトバンクのこの、なんて言うんだろう、非常にこのランナーを残さないというかね、ツーアウト三塁とかでここで抑えたいというところじゃないですか、 DeNA からしたらね。でもここできっちりランナー三塁のランナーを返してくるっていうところにちょっと強さを感じたというかね、うん、非常に、いいチームだなって、強いチームだなというふうに思いました。でこれ9回裏、まあオースナー出てきまして、まあ早速オースティンがねフェンス直撃のまあ二塁打ですよ。で宮崎選手、戸柱選手、まあ内野フライに打ち取られたんですけど、これ梶原選手が2アウト2塁からセンター前、まあこれ非常に、インハイぐらいのね高めのカットボールかなんかだったんですけど、まあ非常にうまく打ったと。でまあこれから見ても分かるように、やはりカットボールという球種まあ自信持ってて、で結構いいコースに行ってたんだけど、これを梶原選手が非常にうまく打ったっていうところで、ちょっと状態が良くなかったのかなっていうふうに思いました。本調子だったらね、多分本当にすごいピッチングすると思うんですけど、ちょっとどうなのかなっていうところはありました、この時にね。で、2アウト1塁から1球目かな、スチール決めて、で、ランナー2塁で森選手がレフト前ヒット打って、で、筒香選手もライト前、これもカットボールですよね。で、これで2アウト1、3塁で、桑原選手のピッチャーゴロを、まあ、オスナがちょっと暴投してみたいな感じで、ちょっとドダドダっていう感じでね、ちょっと大丈夫かっていう感じだったんですけど、まあ、最後、牧選手がいい当たりだったんですけど、まあ、センターフライというところで、まあ、その、まあ、ソフトバンク勝ちましたけども、まあ、その、まあ、DeNA からしたら最終回にしっかり3点取れたっていうね、しっかり打って、うん、取れたっていうのは非常にまあ、次の、日にね、繋がると思いますし、まあ、オスナからしたら非常にこう、なんていう、投げにくいというか、っていうところの印象はね、結構ついてるんちゃうかなと思うんで、まあ、シリーズね、どうなるかわからないですけど、まあね、まだ複数試合あるわけですから、まあ、勝ちパターンの時はね、オスナ出てくるわけですから、そこでね、まあ、DeNA、あ、よっしゃ、一戦目、いい感じでいったからいけるぞってなるのか、あ、全然これ、やばいなっていう、絶望感になるのかね、全然、その、チームの士気にかかってくるんで、そこはね、まあ、DeNA 負けましたけども、まあ、最終回ね、追い上げたっていうところは、まあ、非常に、まあ、いい負けとは言わないですけど、まあ、良かったんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じで、今日ちょっと振り返っていきましたけども、まあ、ジャイアンツもね、やはり、ある程度やっぱ打てなあかんなっていう風なところはね、今日試合見てて感じましたんで、まあ、その今、キャンプとか、まあ、なんか、読売ランドでやったりとかっていう風なこと言ってますけど、やはりね、本当にね、この日本シリーズ皆さんね、選手の皆さんも見てると思いますからね、しっかりね、まあ、技術向上に、当ててもらいたいなというふうに思いますし、まあ、怪我はね、してほしくないなと思うんで、怪我のギリギリまで追い込んで、しっかり休んでっていうのもね、そこがすごく難しいところではあるんですが、そこをね、しっかり頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。